さんに紹介してもらった仕事だから和夫さんも頑張ろうって無理してたんじゃないかなって。しばらくは失業保険。焦ることはないですよ。人生はあなたの年ではまだ始まったばかりも同然ですから。ね、今日はもうやめといたら。一日休んだら振り出しに戻るんだ。本当狂ったように走ってるんだ。狂わないように走ってるんだよ。甘いよ。東京行って大学まで出てアルバイトみたいな仕事でいいのか。僕は自分の子供には僕みたいな人間になってほしくない。なんでこうなっちゃったんだろうね私たち。今までのことを考えてました。僕が純子にしたこと、純子が僕のためにしてくれてたこと。